ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。カードゲームでは今まで見向きもされなかったカードが突然評価されるということがよくあります。マジックではかつてカスレアと呼ばれた暗黒の神父というカードが吸血鬼の呪詛術師を手に入れたことによって一気にトップメタのカードになったり、その他にもルール変更やカードプールの広がりによって活用方法が新たに見つかったりと、その理由は様々です。他にも有名なところとしてはライオンの瞳のダイヤモンドやタルムゴイフなど、これらはね、今やね、超一流のカードとなりましたが、実はこの1年間の間にも多くのカードが再評価されて一流カードの仲間入りを果たしています。というわけで今回はここ1年で注目が集まったマイナーカード5選ということでご紹介していきたいと思います。まあ、視聴者の皆さんもね、新たな発見があると思いますし、何枚知ってるかぜひね、数えてみてください。まず最初に紹介するのはクラークの親指です。クラークの親指はミラジンに収録されている今のアーティファクトで、コイントスの際に2枚投げて1枚を無視する、いわゆるコイントスの成功確率を上げてくれるカードです。そもそもコイントス自体がめちゃめちゃマイナーな効果で、ほとんどトーナメントでは使われてこなかったため、あまり聞いたことがない人も多いと思います。しかし実はここ数年コイントスカードは地味に強化されてきました。2018年に発売されたバトルボンドでは、混沌の目オカウンと知恵の目ゼンドスプルトというコイントスをキーカードとした伝説のクリーチャーが現れます。そして去年の統率者レジェンズでは、なんとクラークの親指の本体である親指なしのクラークが収録。効果もコイントスに関係するもので、インスタント化操作を唱えるたびにコイントスを行い、成功すればその呪文をコピーし、失敗すれば手札に戻すというもの。クラークの親指はマイナーカードではあるものの、隠れたファンが多かったカードです。そしてその元ネタとなった登場人物がカード化されるとあって大きな注目が集まりました。しかもこのクラーク、それなりに強いため好んでデッキを組む人が続出。一時期まではリミックもされなかったクラークの親指は現在では2000円を超える人気となっています。続いては鋼打ちの贈り物。鋼打ちの贈り物はフィストドーンで登場した1万のソーサリーで、装備品を探すことができます。優秀な装備品はこれまで多く登場しているので軽く使いやすいカードなのですが、石鍛冶の神秘化という強力なライバルがいたため統率戦での追加のサーチとして使われることがあったものの、なかなか活躍できずにいました。しかし巨像の土という装備品が登場してから徐々に注目を集めるようになっていきます。巨像の土は1マナでプラス10プラス10というとんでもない修正値を与えますが、装備コストは8マナと非常に重たいカードです。こんな重たいコスト払えるわけがない、せめて簡単に装備できたら実戦で使えそうなのにと思いましたが、ありました。しかも実用的なカードが2枚も。というわけで巨像の土と装備コストを踏み倒せるシガルダの助けか巡航の聖騎士があれば最強生物を作り出すことができるというコンボが発見されました。このデッキはハンマータイムと呼ばれましたが、当初これまでなかったタイプのデッキであることと、単純にクリーチャーを強化して攻撃するというシンプルな動きからファンデッキの一つとして認識されていました。しかしマジックオンラインで結果を残してからデッキリストがみるみるうちに洗練されていき、環境デッキの一つを担うようになりました。鋼打ちの贈り物は巨像の土をわずか1マナでサーチできる優秀なカードであり、ハンマータイムにおける使いやすさは2マナかかる石鍛冶の神秘化以上、常にお株を奪われ続けてきた鋼打ちの贈り物が輝きを取り戻すこととなったのです。現在この鋼打ちの贈り物はハレギアでは4000円前後で販売されるほどの人気カードになりました。続いてはディジェリドゥ。ディジェリドゥはホームランドで登場した1マナのアーティファクトで、3マナで手札のミノタウルスを直接場に出せるというカードです。踏み倒し系のカードの中でもひときわ設置コストが安く、しかも打ち消しも効かなくなるとあれば強力極まりないと思いきや、当時ミノタウルスはマイナーすぎる部族で種類も少なく、ディジェリドゥを使ってまで出すメリットがあるカードはほとんどありませんでした。しかもホームランド発売以降ミノタウルスは20年以上フィーチャーされることがなく、ほとんどのプレイヤーに知られないままこのカードはストレージの奥底に眠り続けることになるのです。しかし2020年に転機が訪れます。ジャンプスタートにてロードとなるハールーンの将軍セスロン、続くゼンディカーの夜明けにて上陸で追加戦闘可能なアクームの怒りモラウフが登場。この2枚はこれまでのミノタウルス界でも屈指の強力カードで、それぞれ5、6マナとディジェリドゥで踏み倒す価値が十分にあります。これによって地止めの月や虚空の杯などで相手を縛りながら倒す赤タンプリズンの派生系として、
赤タンミノタウルスというデッキが誕生することになりました。地染めの月や虚空の杯やもちろんマストカウンターのカードなのですが、さらに強力かつ軽いカードのディジェルドゥを加えることによって、序盤から相手へ大きなプレッシャーをかけていくことが可能になります。もちろんディジェルドゥの他に手札にミノタウルスが必要になるため、若干安定性は失われていますが、トーナメントで一定の実績を残すことに成功しました。レガシーのミノタウルスデッキのキーカードとしてこのディジェルドゥに人気が集まり、現在ハレルヤでは4500円程度で販売しています。続いては四季の霧。四季の霧はミラディンで登場した黒の3マナエンチャント。毎ターンお互いに手札を1枚捨てることを要求します。古来より相手の手札を攻め続け、罠の端でロックするメガハンネス戦略は存在しましたが、この四季の霧が登場した時の環境は神話全盛期の時代。四季の霧を設置する前に手札を全て吐き出しており、しかも黒ではアーティファクトを触ることができません。そのためほとんど活躍することができず、このカードもストレージで眠ることに。しかしジャンプスタートにて小物泥棒チムモネ、カルドハイムにて恐怖の神ターグリッドが登場すると、手札破壊に一気に注目が集まります。これまで手札破壊は統率戦ではなかなか日の目の当たらない効果でした。対戦相手が多く、反熱してもトップデッキされやすいことや、すでにバイエダーパーマネントに対処できないことが要因になります。しかし小物泥棒チビモネは軽い統率者であることと、手札破壊によってアドバンテージが取りやすいカードで、恐怖の神ターグリッドも同様にアドバンテージが取れます。特にこの恐怖の神ターグリッドはパーマネントカードが捨てられるか生き見えに捧げられると自分のものにできるという効果がとても強力で、カルドハイムから一気に全体に影響を及ぼす手札破壊生贄要求カードに注目が集まりました。記憶の壺や掌握液といった昔から有名なカードはもちろんのこと、四季の霧も設置してしまえば継続的に手札を捨てさせられることから、恐怖の神ターグリッドを組む際に代表的なカードとなっていきます。今回は代表して四季の霧を取り上げましたが、抑圧や底なしの奈落といったカードも同様に注目が集まっています。続いてはボルラスの気まぐれ。ボルラスの気まぐれはテンペストに登場したカードで、1マナでパーマネントの色か基本都市タイプを書き換えるということができ、2マナを追加で支払えば再利用できるインスタントです。視聴者の中でもこのカードを知っている人はおそらく1割もいないんじゃないかなと思います。僕も最近まで知りませんでした。色を変えるという効果は昔から存在していますが、その効果が大きく環境を変えた例というのはあまりありません。登場したテンペスト当時も活躍した実績はほとんどなく、せいぜいマーフォークデッキが無理やり島渡りをするために相手の土地を島にするっていう程度でした。しかしカルドハイムで万物の姿オルバールが登場すると、何度も自分のパーマネントを対象に取れるというカードが注目を浴びるようになります。万物の姿オルバールは自分のパーマネントをインスタントがソーサリーで対象に取れたり、そのパーマネントをコピーするというカードで、例えばボルラスの気まぐれで自分の島を対象に取るだけで島が増え、マナ加速ができてしまいます。これを応用すると4マナ以上出るパーマネントかルローノのレクなどをボルラスの気まぐれバイパック込みで対象に取ることによって無限にコピーし、無限マナを発生させることができます。残念ながらボルラスの気まぐれの本来の効果である色変更効果を活用するということはなく、バイパックによって何度も対象に取れるという点が利点で、万物の姿オルバールにとって最高のコンボパーツです。それまでほとんど無名のカードでしたが、一気に注目が集まり、海外では$33、ハレリアでも1800円で販売しています。というわけでいかがでしたでしょうか。まあね、その他にもこの1年で注目が集まったっていうカードをね、たくさんあると思いますが、今回は、ね、厳選してこの5枚を選ばせていただきました。皆さんもね、この1年で注目が集まったなって思うカードがありましたら、ぜひコメントで教えてください。というわけで今回は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピオツカでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。